なるほどね。すいません、早はい、川さん。今、3人ともちょっと冬の話題だけで来てしまいましたので、ライブ、あとアルバムの話なんかもぜひいただければなというふうに思うんですけれども。僕もね、インフルエンザは近々ああ、そっち。打とうと思ってるんですけど、ああ、そうですか。はい、やっぱりライブ前にね。そうですよね。で、ライブはもう本当にね、エンターテインメントな感じになると思うんです。僕も楽しみにしてます。で、あれ、何言おうとしたっけな。ライブがエンターテインメントな感じになるぜって。あとインフルエンザ注射打つと。そうそう、あと僕インターネット大好きでね。なかなかこうやってね、画面通す機会はないですけど、普段はインターネットでつながってるんで、どっかで一緒の画面見てるかもしれないですね。あ、なるほどね。そう考えると、ちょっと嬉しい気持ちになりますよね、なんかかもね。ね。ちょっと乗ってきたんだから、もうちょっと乗らせてくださいよ、ちょっと画面の。だからよくね、人のとことか見ながら、ここで俺見てんだけどなみたいな思うことある。人のとこって、人のホームページ？ファンの子とか、そういうのたまに見ることあるんですか？もちろんあるし、知り合いのブログとかも見て回ったりするから。じゃあ、ラルク大好きっていうページとか見て、作ってる人、まさかメンバーが見てるとは思ってないかもねとかって思いつつ。そうね、なかなか本音の声が聞けたりするからね。ああ、なるほどね。例えばアルバムだったらこうだったよみたいなのが、みんなそう思うんだとかっていう。そうそうそう。ああ、なるほどね。アルバムのことが出なかったんで、ぜひ、幸宏さん。僕ですか？ええ。アルバムはですね、ええ。すごいこうレコーディングも楽しくできまして、仕上がりにも、メンバー4人ともすごい満足しているものが出来上がったので、聴いてくださる方々もきっとこう 幸せな気分になったり、感動して泣いてみたり、ノリノリの曲で頭振ってみたり、このシーンなって読み込んでみたり、この音大好きだなって聞き込んでみたりできると思うんで すげえ。よろしくお願いします。素晴らしい意見でした。テツさんも何か一言言ってみたら、ぜひアルバム。アルバム、はい。そうですね、これからの季節に ぴったりなアルバムだと思うんで、ぜひよかったら聴いてください。ケイさんも一言。そうですね、今聴いてて思ったけど、クリスマスソングが入ってるんで、これからね、僕のヘビーローテーションにしようかなと思ってますね。これ僕もやっぱ聞かせていただいて、最後にクリスマスソングってすごい幸せな感じになりますよ、なんか聴いてて。そうですね、ハッピーエンドな感じね。なんか映画を見て、なんか最後に恋人同士がキスして終わった後に流れてくるみたいな感じで、ああ、なんか映画見たみたいな感じみたいな思ったんですけど、ハリー・クリスマス最後にやってるんです。アルバムについてもじゃあ最後に話すの一言いただいてもいいですか？はい。これ全体の締めになります。締めはい。この後、ハリー・クリスマスのプロモーションビデオちょっと見ていただいてお別れになりあ、そうですか。ます。2年なんとか月ぶりなあ、ん5でヶ月ぶりでございます。やっぱりね、こう納得のいくまでこうみんなでアレンジして、ラルクアンシエルらしくても、ラルクらしいんだけど、またさらに進化したね、息のいいアルバムなんで、ぜひ聴いてもらいたいと思います。そして、なかなかやっぱり、メンバーの皆さんがこうやって集まって、インターネットの放送に出てくる機会ってないかなと思うんですけど、よかったらまたぜひ遊びに来ていただきたいというふうに思います。たくさんのメッセージもありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。ラルクアンシエルの皆さんでした。ありがとうございました。